はい、こんにちは。まーちゃんにまはるです。はい、今日はですね、ベイブレードの動画なんですけれども、こちらのですね、超絶バルキリーに入っていた超絶改造ガイド、これを元にですね、バトルしていきたいなと思いますね。はい。はい、じゃあまず早速なんだけど、これだね、超絶バルキリー、アウターアトミックですね。続いて超絶バルキリー、8ダッシュターン、ゼータダッシュですね。うん。そして最後に、超絶スプリガン、ゼニス・ボルカニックダッシュ。以上の3つのベイ対エイシン君が使うのはいつものベイで、当時ジェルバンプデストイダッシュとバスターエクスカリバージェルヒットエクストリームダッシュです。はい、このベイで今回は戦っていきたいなと思います。はい、はい、ではバトルしていきましょう。私が使うのは超絶バルキリーアウターアトミックですね。はい、僕はで、当時ジェルバンプデストイダッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴー。じゃあ無敵になってんのかな。なってない。なってないか。あれ、おかしいな。あ、3、2、1、こうして、そんななってるでしょ。うーん、なってない。あれ、よし、今度は逆にオーバー。3、2、1、こうして、さあ、あー、やっぱりなってないな。うい、あらららら。はい、続いて超絶バルキリー8ダッシュターン、ゼータダッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。ハデスが重い。でかさ、バルキリーのがあるのね。もう、未だに安定してるもんね、ハデスの方が。うわー、3、2、1、ゴーシュ。いやあれでで、で真ん中にとどまれたらもう終わりだけど。なんこの音。おはい、続いて超絶スプリガン、ゼニス・ボルカニックダッシュでいきます。3、2、1、マジかよ。3、2、1、ゴーシュ。どりゃどりゃ、いけー、よっしゃC2-1! ようやく。じゃあ僕はバスターエクスカリバーゼロヒットエクストリームダッシュに変えます。はい、私は超絶バルキリーアウターアトミックに戻しますね。はい、C2-1! ゴーシュ。 C2-1! ゴーシュ。ひたすらアタックします。そうだね。はい、あらららら。 C2-1! ゴーシュ。かわしてるけどさ、かわして戦うのはなんかちょっと違う気がするんだよな。どうせ、あ、やばい。あれ。はい、続いて超絶バルキリー8ダッシュターン、ゼータダッシュでいきます。3、2、1、ゴーシュ。あら、3、2、1、ゴーシュ。あら、3、2、1、ゴーシュ。うわここ飛んだな。はい、では超絶スプリガン、ゼニス・ボルカニックダッシュに戻しますね。 C2-1 ゴーシュ。さあさあさあ、どうなの、どうなの。うわ、回り回りよ、回り回りよ。これはね、お互いなんかアタック系ドライバーだからすぐ終わってしまう。あ、よかった。 C2-1 ゴーシュ。もう上の方が、よし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 、3、2、1。はい、ということで今回は超絶バルキリーについてきたこの超絶改造ガイドを元に戦ってみたんですが、ちょっとデッドハデスが強すぎたね。やった、足を。これ何、この改造をやっても全く歯が立たない感じでした。どの改造でも勝てなかったな。ほぼ一撃でオーバーねえ。重いからやっぱちっちゃいベイなのにすごい強い。この改造が今んとこうち最強だね、うん、デッドハデス、ゼロバンプ、デストロイダッシュか。そうそうそう、こういううち改造合わせたうち最強、うん、で、今はこれだ ね、 ね、さっきあの超絶バルキリーバーストしたからね。そうだね、すごかったね。強い、はい、楽しかったですね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。